見渡す限りの大平原。ここはアフリカのエトーシャです。雨季に降る大量の雨で大きな水たまりがたくさんできています。そこへ飛んでくるフラミンゴ、大群です。水が豊富なこの季節は動物たちにとってまさに天国。大きな体のゾウたちは水たまりの中へ入って、まずはお腹いっぱい水を飲みます。さらにこの水ですくすくと育った草を食べる。お腹が満たされた後は大好きな水浴びです。そして雨季は多くの動物たちにとって誕生の季節でもあります。この中州で生まれたハゴロモヅルのヒナ、なぜ中州で子供を産むかというと、周りの水が肉食獣などの外敵から守ってくれるためです。どうやら2羽のヒナが帰ったようですね。こちらではスプリングボックの赤ちゃんが生まれました。まだへその緒がついています。でもすぐに立ち上がってお母さんのおっぱいを探します。サバンナで生まれたらすぐかけられるようにならないと肉食獣に狙われるからです。それはシマウマも同じこと。この子供も生まれたばかりです。お母さんがペロペロ舐めて体をきれいにしていますね。シマウマの群れは通常1頭のオスを中心に数頭のメスとその子供から成り立っています。のびのびと仲間の周りで走る赤ちゃん、幸せそうですね。ところが幸せな子ばかりではありませんでした。この子供の場合、お母さんはこの子を産んだ後この世を去りました。体が弱っていたのかもしれません。でも生まれたばかりの子供には理解ができません。おっぱいが欲しくても飲むことはできず、どうしていいのか全くわからないのです。そこにハゲワシとジャッカルがやってきました。子供はこのジャッカルの恐ろしさを知る由もありません。子供の前でジャッカルがお母さんを食べ始めました。それすら何のことだかわからないのでしょう。だんだん日が沈んでいきます。どうしたらいいんでしょう。ただ立ち尽くすしかありません。夜になりました。肉食獣の活動が活発になります。ほら、ジャッカルがこんなに集まってきました。でもこの子供に手を出そうとはしません。目の前にこのお母さんという獲物があるためです。子供はずっとお母さんのそばに佇んでいます。そしてついにライオンが現れました。ジャッカルたちはライオンの気配に気づいて逃げ出します。でもシマウマの子供は何もわからず立ち尽くすばかり。ライオンが子供めがけて走り出しました。危ない。でもライオンは追い払っただけだったのです。やはりここに獲物があるため無駄に命は奪わないということでしょう。朝になりました。あのシマウマの子供はどうしたでしょうか。いました。行くあてもなくこの広いサバンナをとぼとぼと歩いていました。
どうしたらいいんだろう、どこへ行ったらいいだろうと思っているのかもしれません。ところがどこからともなく一頭のシマウマが現れました。シマウマの家族は一頭のオスと数頭のメスで成り立っているため、おばさんにあたる家族が探してきたのかもしれませんね。この子供が元気に成長していくことを願うばかりです。